皆さんこんにちは、今回ですねまた新製品のご紹介です。5年ぶりですね。5年前、要するに5周年の時に作りましたあのダウンジャケットをですね再び、作ろうかというところでちょうど10周年のを記念して、ダウンを作りました。ダウンジャケットですね。でなんでダウンジャケットを作るんやっていうことなんですけれども、アジングという釣りはちょっと普通の釣りと違うんですね。いわば皆さんこうダウンジャケットというのは普通山登りとかそういう風な形のかなものを皆さん流用されていると思うんですけれども、山登りというのはどちらかというと汗をかくわけですね。汗をどういう風にして、消化させてそれを熱量に変えるかということがメインになってきているわけですね。ところがアジングというのは本当に我慢大会なんです。寒中我慢大会です。要するに寒い時にじーっとして繰り返し繰り返し繰り返し動くのは腕だけなんです。ですから本当にその寒さに耐えるという意味では、いや高山へ登るよりもはるかに、極端な方が言えば寒いんですね。例えば風が10メートルの風が吹けば体感は10度下がると言われているわけです。でそんな中でこう黙々とこう釣りをしなきゃいけないんですね。だからいわばもうそのアジングというのは究極の寒さとの対決やと僕は思っているんです。でそれゆえに山登り用のダウンを昔は僕も使ってたんですけれども、そうするとかなり寒いんですね。要するに温めたい場所が違うわけです。山登りの登山用のものでは。それでこのダウンを作るにあたって本当にその温めたい場所というのは僕は分かってるんですね。常にこうやってるものですから。でその部分にグースをたくさん配してそして暖かくする保温性を上げるということを主眼に置きました。でそれゆえにこの生地ですね、表生地なんかでもかなり風に対して強くしてるわけです。で風が通ることによってやっぱり寒さ増すわけですね。だから暴風ができる生地を探せと。そしてまた、時々雨も降るし雪も降るんですね。でそんな時になるとやっぱりその防滴でないと絶対困るわけです。水が入ってきてしまってもダウンがしぼんでしまっても困るわけです。でそれゆえにそういうところを注意する生地を探しました。だからかなりしっかりした生地です。だから今主流になっているペラペラの薄い生地じゃないんです。逆なんですね。どちらかというとごつい生地です。やっぱりこれぐらいごっつくしておかないと、テトラで吸ったりいろんなところでやっぱり釣りをする上に行って擦れということが起こってくるわけですね。でそんなに簡単に破れてくれたんで意味がないん でジグヘッドの針も割とかかりにくくなっています。僕ようかけるんですこれに。でもこの生地にしてから1回目まだかけてないんですね。要するにちょっと滑りやすい生地になっているわけです。でそういう意味で非常に使いやすい生地をまず探しました。で次にですね、このファスナーなんです。ファスナーこれ実は防水ファスナーを使っています。で防水ファスナーって別にカッパじゃないんですが、防水ファスナーいらんやないかと言われる方も多いと思うんですけど、実はファスナーから風が入るようです。それゆえに防水ファスナーにすることによって風が防げるんですね。でそういう意味での防水ファスナーなんです。これすごい有効なんです。で、ついでにここは全て防水にしたんですけれども、雨が降ってきた時に携帯とか濡れたら困るから一応防水ファスナーにしました。そういった意味でこのファスナーまでその風対策をしてやるということなんですね。で次にですね、この袖のところなんですけども、袖のところに、ファスナーがついてあります。でこの位置もちょっといろいろ考えたんです。でこの部分がですね結構ラインに絡まるんですね。でそれが風が吹いた時はわーっとエステレがこう膨らむんでそれが絡んだりするんです。ですから絡まない位置にこれを持ってきました。それいろいろやりました。どの位置がええんかなとかいうこともいろいろやりました。でそれを決めました。そしてまたここにファスナーをつけることによってこんだけマチが広がるわけですね。でこんだけマチが広がることによってスムーズな出し入れができるわけです。でどうしても中にですね、こう出しにくいとかグローブをつけたまま入れにくいとかいうのがあるんですけれども、これだとグローブをつけたまま入れられますし、また出すこともできるし、後からグローブを差し込むこともできます。たったこの、4、5センチのマチなんですけど、これが結構有効なんですね。それでいてこう締めることによってここから風が入ることも防げるというところですね。そしてまた雨とかそういったものも侵入がある程度まで防げます。全てが防げるわけではないですけど、ある程度防げます。で、こういうふうにことを今回はしました。そしてまたですね、このフードなんですけども、従来品のフードよりもかなり大きくしました。だから支配されているどんなダウンよりも多分大きいと思います。これはなぜかと言いますとですね、全部かぶりたいんですね。ごつい帽子かぶってニット帽とかそんなもんかぶったらなかなかかぶりにくいんですね。そのためにこれが全部かぶれるようにということでフードをかなり大きくしました。でここに針金が入ってます。で針金が入ることによってここにこのフードをかけた時にですね、脱げない、こういう風なひさしがらこうかかってくるんで、ここが脱げないわけですね。だから風が少々吹こうがこのフードが取れない、こういうちょっと工夫をしました。いろいろ文句言ったわけです、僕が。で文句言ったんで制作者がかなり苦労してやってくれたんですね。そしてですね、
こうやって見てもらったら分かるんですけれども、後ろが随分長くなってるんです。これ、結構ねしゃがんで作業することが多いんですね、パジングって。でそのしゃがんだ時にね、後ろがこうめくり上がってきてスー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 するのが嫌なんですね。でそれで、まあ、めくり上がってこないようにということで、ちょっと長めにしました。かなり長くなってます。だから、普通に売られてるダウンよりかなり長いと思ってください。その分後ろはすごいあったかいですね。でそれからこういう風にした、そういうことと、それからですね、ライジャケを今もう必須なんですね。まあ、皆さんほとんどがウエストタイプのライジャケをつけておられると思います。でその時にですね、このポケットなんですよ、ポケットが入れにくいんですね、普通のものへと。それゆえにちょっと高くしました。ですからちょっと違和感があるかも分かりませんけども、ちょっと高くなっております。ですからライジャケがここに来ると、この部分はポケットはフリーで使えます。まあ、そういうふうにしてちょっとずつこう釣り用に特化して工夫をしております。そしてですね、まあ、中がこういうふうにオレンジにしてあります。で、この部分ですね、この背中のこの部分と肩のこの部分、この部分のダウンをかなり増やしました。グースを増やしました。でそうすることによってですね、この T ゾーンって僕は呼んでるんですよ。首筋からこの背中にかけてあったかいですね。でホカロンここ入れたらあったかいじゃないですか。それと同じような効果で、この部分だけダウンをかなり多くしました。でこうすることによって保温性が全然違ってくるんですね。やっぱりこうじーっとしてこうやってて寒いなと思ってる時に、やっぱこの部分があったかいだけで全然違うんですね。でそういった意味でかなり、まあ、あったかいダウンジャケットになっております。ですからもう暖かさだけを追求したと思っていただいてもいいと思います。だから普通の通常 の, まあ、いわゆるタウン用のダウンよりはかなり暖かくなっております。要するに極寒の状況において暖かいというふうな形にしてあります。ですから普通にこれを受けられたら、僕の場合は、まあ、アンダーと、それから、まあ、フリースと、そしてこれだけで冬は全部行きました。もうほとんどいりません。ずっとテストしてる時に僕はもうそれだけで十分でした。だからそこからまだ厚着をしたこともないし、そこへまた他のを貼ったこともなかったです。それだけでも十分、これは今年とか去年からですね、もう十分耐えられました。それぐらいあったかさがあります。ですから OK を出したんですけれども、ですからこういったところへんもかなり厚めのダウンが入っております。ですから持っていただいたら分かります。少し容量が多いんでかなり重くはなっております。重くはなってますけど、ダウンですから軽いんですよ、もちろん。でもそれだけたくさんダウンを入れておりますので、通常のダウンジャケットよりは特化になります。そしてまた内ポケットも止水ファスナーにわざわざしてますし、まあ、こういう風にして財布とか入るだけの十分な容量がありますので、十分これ使っていただいて便利だと思いますので、ぜひよかったらお求めいただきたいと思います。これ実はサークル限定品になっておりまして、サークル会員さんしか売れないということになっておりますので、もしよろしければこれを欲しいと思われる方はサークル会員になっていただけたらどうかなと思います。6月のですね、16日カートオープンになっております。1週間ぐらいです。1週間ぐらいカートオープンしておりますので、その間に欲しい方はぜひご注文いただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。このチャンネルではラジングのさまざまな情報や新製品の情報、いろいろ発信しております。内容が良ければですね、チャンネル登録を皆さんしていただくと非常に嬉しいんでございます。これからも一つよろしくお願いをいたします。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。